ゲイリー・ガイギャックス。ゲイリー・ガイギャックス。1938年7月27日から2008年3月4日はアメリカ合衆国の作家、ゲームデザイナー。シカゴ生まれ。日本では翻訳書がゲイリー・ガイギャックスなで出されているため、ガイギャックスとして知られるが、英語での発音はガイガックスに近い。世界初にして最も有名なロールプレイングゲーム。 ダンジョンズドラゴンズなどのデザインで知られ、ロールプレイングゲームの父の一人と称される。1960年代、ガイギャックスは、ウォーゲームクラブの団体を作り、ゲンカーンと呼ばれるゲームコンベンションを創設した。1971年、中世ヨーロッパの戦争を再現するミニチュアゲーム、チェインメイルを共同制作。1973年、 幼馴染みのドン・ケイと共に TSR 社を設立。1974年前日のゲームチェインメイルを拡張し、彼が自分の子供のように愛したファンタジーの要素を組み込んでデーブ・アーンソンと共に世界最初のテーブルトーク RPG ダンジョンズドゴンズを創造した。彼はさらに新しいゲームをサポートするために雑誌ドラゴンを創刊した。 1977年には、より広範囲にわたるバージョンの仕事に着手し、アドバンストダンジョンズドラゴンズを生み出した。ガイギャックスは、ゲームシステムのために非常に多いマニュアルをデザインし、D&D を遊んでいる人、ダンジョンマスターに向け、詳細なゲームシナリオを走らせるための簡単な、台本やアイデアを、モジュールと呼ばれる、それぞれにパッケージされたアドベンチャーを与えた。 1983年、彼は D&D の TV アニメシリーズのライセンスのために働き、成功に導いた。ちなみにこのアニメは、日本の東映アニメーションが制作した。新たな過半数の所有者と問題をめぐって、1985年に TSR 社を退社後、ガイギャックスは独立して、ロールプレイングゲームの著作を続け、1992年には、 マルチジャンルの RPG、デンジャラスジャニーズと呼ばれ、1999年に発売された。2005年には、ガイガックスはこのゲームの第3版のルールとゲームの古典的なバージョンとの間のハイブリッドとして考え出された、キャッスルズクルセイズに深く関わった。ガイガックスは2度の結婚で6人の子供を設けた。2004年に続けて2度の脳梗塞を発症し、 それに伴う、心筋梗塞からも過労じて回復したが、後に、腹部大動脈瘤と診断される。2008年3月4日に死去。69歳だった。ゲイリー・ガイギャックスは1938年7月27日、シカゴのリグレイフィールドのスーブロック近くで生まれた。スイス移民で、シカゴ公共楽団のバイオリニストである、エルンスト・ガイギャックスの息子である。 ガイギャックスは幼少期をシカゴで過ごしたが、しかし1946年に彼は少年の大規模なグループと乱闘に巻き込まれた後、父親が家族をウィスコンシン州レイクジェニーバに移動させることをめた。そこはゲイリーの母親の家族が19世紀初頭に定住していた場所だった。彼の幼少期から10代までの間、彼はファンタジーや サイエンスフィクションの鑑賞、ゲームへの愛が明らかになった。彼が5歳の時、彼はピノクルなどのカードゲームやチェスをプレイした。10歳の時、彼は現在でいうところのライブ RPG を友人たちと遊び、また再低約を務めた。彼の父は彼にファンタジーやサイエンスフィクションのパルプマガジンを与えた。彼のゲームへの興味は歴史への正しい評価と、 結局1953年に彼がミニチュアウォーゲームを親友のドンケイと始めたのが組み合わさったものである。ガイガックス時計は高さ 54mm と 70mm の人形を大量にコレクションし、おもちゃの兵士のために自分たちのミニチュアのルールをデザインして爆発をシミュレートするためにレイディフィンガーズを使った。高校若年期で退学した後、 しばらくの間奇妙な仕事をして、19歳の時に、シカゴに戻ってきて、短期大学の夜間クラスに参加した。そしてシカゴ大学の人類学の授業を追求する。彼はさらに、シカゴ大学で人類学の単位を取得した。彼は、大学ディーンのリストを作り、彼の教授との要請により、シカゴ大学の単位の認定を認めた。一方、彼はこの時点で結婚しており、 フルタイムの仕事として保険の代理人を引き受けることにした。1958年12月にアバロンヒル社から発売されたゲティスバーグというミリタリーミニチュアを使ったウォーゲームの本とフレッチャープラットのネーバルウォーゲームを習得し、1965年には彼はウォーゲームの趣味に積極的で多くの雑誌の記事を書いた。さらにまたガイギャックスは 乱数を生成するための革新的な方法として、彼が学校用品のカタログ、A スクールサプライカタログで発見した、6面体の普通のサイコロだけでなく、5種類ある正多面体すべてのサイコロを使用することを求めた。1967年、彼と家族はレイクジェニーバに戻ってきた。彼は TSR のエンターテインメント部門の責任者として、ハリウッドに、 短期滞在した時を除いて、レイク・ジェニーバの自宅で人生を過ごした。1960年代の間、ガイギャックスはレイク・ジェニーバで、消防士の基金のための保険業者として働いた。1966年、ガイギャックスはビル・スピーア、スコット・ダンカンと共に、インターナショナル・フェデレーション・オブ・ウォー・ゲーマーズを創設した。アイフはいくつかのウォーゲームのクラブで構成され、 ゲームへの関心を引く、中世時代の精密な歴史を紹介するとともに、国際的なウォーゲーマーのためのフォーラムを提供した。1967年、ガイギャックスは自宅で20人からなるゲームの集まりを組織した、このイベントは玄関霊と呼ばれるようになる。1968年、ガイギャックスはレイクジェニーバの鶴で覆われた演芸ホールを50ドルで借り、 最初のレイクジェニーバコンベンション、略して玄関を開催した。玄関は現在北米最大規模の都市一回のホビーゲームコンベンションの一つであり、そして1969年8月の2度目の玄ン,ンでガイギャックスはデーブ・アーンソンと出会った。私は中世暗黒時代にとても愛着がある。私がふさわしいミニチュアを持っていたから。 私たちは時代を遊び始めた。私は自分の持っているフィギュアが何を持っているか、何を着ているかで、ルールの考案を始めた。もしミニチュアが盾を持って、鎧を着ていなかったら、彼は盾を持っている。盾と半分鎧なら、半分鎧のルール、全身鎧のフィギュアなら、全身鎧のルールというように、私は武器についても、同じようなルールにした。1965年。 ドン・ケイ、マイク・リース、そして、レオン・タッカーと共に、ガイギャックスは、自分の家を、最初の本部にして、ミリタリーミニチュアのサークルである、レイク・ジェニー・バクティカル・スタディーズ・アソシエーションを創設した。1969年、ガイギャックスは、アイフアの支部として、キャッスルクルセイド・ソサイティの編集長の仕事を始め、彼がプロデュースした、ボードゲーム、 アレキサンダー大王が1971年に発売された。1968年、ガイギャックスとホビーショップの店長だったジェフ・ペレンは中世代の戦術戦闘をシミュレートしたミニチュアウォーゲームであるチェーンメールをデイブ・アーンソンと共同制作した。1972年のチェーンメールの第二版の出版のためにガイギャックスはルールに ファンタジーのサプリメントを加えた。この中には JRR トールキニア、他の資料によって書かれた人間ではない種族の怪物戦士が含まれていた。彼はまた、個体の英雄的キャラクターや個体の魔術師のルールも組み込んだ。最後に彼は、ライトニングボルトや、ファイヤーボールなどの戦闘に影響を及ぼす銃の呪文を組み込んだ。デイブ・アーンソンは自分のファンタジーキャンペーン。 ブラックムーアの目に変更を加えたルールを採用した。1972年にレイク・ジェニーは訪れている間、アーンソンは新しいルールを使った自分のファンタジーゲームを披露し、そしてガイギャックスはすぐにロールプレイングゲームの可能性を見た。アーンソンがブラックムーアキャンペーンのために変更したチェーンメールを土台にして、ガイギャックスとアーンソンはファンタジーゲームを 共同制作し、これが、後の、ダンジョンズドラゴンズとなる、ロールプレイングゲームである。このルールは、ファンタジー作家、ジャック・バンスに直感を受けた魔法のシミュレートと、ロバート・ E ・ハワード、エルス・スプレーグ・ディ・コール・キャンプ、そしてフリッツ・ライバーの書いた作品を集めたシステムである。1973年、ガイギャックスは、日々の仕事を抜け、 アバロンヒル社からゲームを出版するように試みたが、アバロンヒル社は彼の提案を断った。ガイギャックスは1973年にグイドン社を退社した後、ドン・ケイをパートナーに資本金1000ドルでタクティカル・スタディーズ・ルルズ社、後に TSR 社と呼ばれるを設立した。ケイは生命保険会社に TSR 社の資金として1000ドルを借りていた。ブライアン・ブルーム、 クラシック・ウォーフェア、古代、紀元前1500年から紀元後500年、トラックティックス、第二次世界大戦から1965年頃、マイク・リースとレオン・タッカーとの協調に組み込まれた。1974年1月に TSR 社から最初に発売された、ダンジョンズドラゴンズボックスセットを雇った。ガイギャックスはオリジナルの D&D ゲームのために、 グレイホーク、エルドリッチ・ウィザードリーのサプリメント群を表した。1975年、ブライアン・ブルームと彼は、同様に、西部劇向けロールプレイングゲーム、ブルトヒルは、ガイアックスが仕事をしたオリジナルの D&D ボックスセットを大きな土台とした、若いプレイヤー向けの、ダンジョンズドラゴンズベーシックセットを編集した。1975年1月に、ドンケイが、 心臓発作により死去した後、K の未亡人は自分の持ち分をガイギャックスに売った。ガイギャックスはタクティカル・スタディーズ・ルールズを丸ごと支配するに至り、自ら社長となった TSR ・ホビス・インクを設立した。直後にガイギャックスは財政トラブルに見舞われ、TSR ・ホビスをブライアン・ブルームとケビン・ブルームの兄弟に売却した。 1977年が始まると D&D の新しいバージョンであるアドバンストダンジョンズドラゴンズが制作された。新しいシステムの最初のルールブックとしてモンスターマニュアルが出版され以後多くの続刊があった。AD&D のルールは D&D のルールとは互換性がなく D&D と AD&D は別個の製品ラインとなった。ガイギャックスは アドバンストダンジョンズドラゴンズのハードカバーのルールブックとして、プレイヤーズハンドブック、モンスターマニュアル、アンアースドアルカナを表した。ガイギャックスは、また非常に多くの AD&D や、基本の D&D のアドベンチャーを執筆、または共同執筆し、その中には、ザ・キープ・オン・ザ・ボーダーランズ、恐怖の墓所、エクスペディション・トゥ・ザ・バリア・ピークス、ホゴットン・テンプル・オブ・タリズダン、 アイル・オブ・ザ・エープがある。1980年、ガイギャックスによる長期キャンペーンセッティングである、グレイ・ホークが2つ折り、ホリオ版の、ザ・ワールド・オブ・グレイ・ホーク・ファンタジー・ワールドセッティングとして出版され、これは1983年に、ワールド・オブ・グレイ・ホーク・ファンタジー・ゲーム・セッティングというボックスセットになって拡張された。ダンジョンズ・ ドラゴンズゲームシリーズの売り上げは1980年に850万ドルに達した。ガイギャックスはさらに1981年にはガンマ、ワールド、サイエンスファンタジー RPG の提供を演し、このゲームのアドベンチャー、リージョン・オブ・ゴールドの共同執筆者にもなった。1979年、ミシガン州立大学の生徒がおそらく、 ライブアクション版の D&D を遊んでいるときに、大学の蒸気トンネルの中で、行方不明になる事件が起きた。の息子が自殺した。彼の自殺を、ダンジョンズドラゴンズの責任にして、パリィングは、ゲームと、プロデュースした会社を攻撃するために、BADD という名前の団体を組織した。1985年、ガイアックスは60ミナッツというドキュメンタリー番組の、 中でゲームを擁護し、放送された。TSR 社のオフィスには、殺しの脅迫が届き始めたため、ガイギャックスは、ボディーガードを雇った。ただし、1982年に、TSR 社の1年ごとの D&D の売り上げは1600万ドルに達し、1983年1月、ニューヨークタイムズは、ダンジョンズドラゴンズは、世界大恐慌の象徴だった。 モノポリーと同じ方法で1980年代の偉大なゲームになるかもしれないと推測した。1983年に TSR 社が独立した会社に分割された後、ガイギャックスは TSR 社の取締役会の社長兼会長に就任し、そして TSR エンターテインメント社の社長に就任した。TSR エンターテインメント社の部分としてガイギャックスは ハリウッドに行って CBS 向けにライセンスされた D&D の TV、アニメシリーの副プロデューサーになった。シリーズは2年間続いた。ガイギャックスは彼の役員であるケビンとブライアンのブルーム兄弟に任せ TSR 社の日々の仕事を去った。彼が1984年にウィスコンシンに帰ってきた時、会社は150万ドルの負債を抱えていた。この時点で、 彼は経営のために、ロレイン・ウィリアムズを雇い、ブルーム兄弟の株式を購入し、TSR 社の過半数支配を得た。ガイギャックスは、残りの株式と過去の TSR を売却し、その間に、1985年のダンジョンズドラゴンズの売り上げは2900万ドルに届いた。1985年10月、TSR 社の取締役会は、ガイギャックスを 会社の社長兼会長から外したが、ただし彼は取締役の地位に留まり、企業の創造的な努力にもさらなる貢献をした。1986年10月、ガイギャックスは TSR 社のすべての役職を辞職し、1986年12月に TSR の彼の論争を解決した。TSR 社を去る前、 ガイダックスは TSR 社のアドベンチャーシリーズである、グレーホークのゴード・ザ・ローグをフィーチャーした最初のグレーホーク小説であるサーガ・オールド・シティとアーティファクト・オブ・イーブルという二つの小説を書いた。次のゴード・ザ・ローグ・アドベンチャーはニュー・インフィナティス・プロダクションズ・インク社から発売された。また、イタリア語でも出版されたこの中にはシー・オブ・デス・ナイト・アラント 短い話のコレクション、シティオブホークス、カム・エンドレス・ダークネス、そしてダンス・オブ・デーモンズが含まれていた。別に、ガイギャックスが制作したのはドラゴン・チェスであり、1985年8月のドラゴン氏の100号で出版された。これは3枚の8マス X12 マスの積み重ねたボードを互いに置き、上段は空中、中段は地上、そして下段は地下。 を表す。コマは、ダンジョンズドラゴンズにインスパイアされたキャラクターと、モンターで、王、魔術師、聖騎士、聖職者、ドラゴン、グリフォン、オイルファント、英雄、盗賊、精霊、バジリスク、ユニコーン、ドワーフ、シルフそして戦士を使う。TSR 社を退社した後、1986年に、ガイギャックスは、ニューインフィナティスプロダクションズ、 インクの設立に協力した。1986年10月、ガイギャックスは、ニュー・インフィナティス・プロダクションズ・インクの会長に就任し、デザインエグゼクティブのフランク・メンツート・キム・モハン、メンツート・モハンとの協調で、ガイギャックスはその後多彩なジャンルにわたる RPG、デンジャラス・ジャーニーズから出版された。そして、TSR 社から訴訟の原因となった。ガイギャックスは、 デンジャラス・ジャーニーズのすべての製品に作家として関わり、その中には、ミサス、ミサス・マジック、そして、ミサス・ベステアリーが含まれる。彼は、その後、1995年に、新しい RPG の仕事を始める前に、いくつかのファンタジー小説を書いた。1999年、ガイギャックスは、最初は、コンピューターゲームとしていいとされていた、レジェンダリー・アドベンチャーをリリースした。 1980年代中盤、ガイギャックスはフリントデリーから再販された。パイゾ社はまたガイギャックスの失われた小説であるインファーナルソーサレスも出版した。ガイギャックスはオープンゲームライセンスのもと D2 レイシステムを使用した作品をリリースした。これらの中には、ア・チャレンジ・オブ・アームズ包括的アドベンチャーモジュールザ・ウェイランド・スミス・アンド カンパニージャイアントファンカタログ、ジョークの魔法の品物たち、そして、ザスレイヤーズガイドトゥドラゴンズソースブックが含まれ、ガイギャックスは1994年に発行されたミシックマスターズ、トラジー氏の6つそれぞれの号に、全体の64ページの主要な著者として現れた。2002年から2006年にかけ、ガイギャックスはトロールロードゲームズのガイギャクシアンファンタジーワールズに、 ボリューム I から E の原理作家として、またボリューム4、V、VI、そして VI の編集者として働いた。2005年、ガイギャックスは、トロールロードゲームズで、ダンジョンズドラゴンズ RPG に帰ってきた。トロールロードゲームズが出版した、キャッスルザギングは、以前に未発表だったガイギャックスの、キャッスルグレーホークの、オリジナルバージョンで、D&D のためのオリジナルのダンジョンセッティングだった。 キャッスルザギグの出版は7つのソースブックが計画され、商標上の理由で実際にはグレイホークの名のもとに出版されなかった。1999年、ガイギャックスは TSR 社のショーン・ケイ・レイノルズとアドベンチャー、アゲンスト・ザ・ジャイアンツ、ザ・リベレーション・オブ・ジェイフをデザインした。ガイギャックスは晩年アニメやビデオゲームに自分の声を貸し、 フューチュラマのエピソードに彼自身の絵のために声を提供し2000年に放送された。ガイギャックスはさらに MMORPG ダンジョンズドラゴンズオンラインストームリーチではデレーラの墓地クエストシリーズでゲストダンジョンマスターのナレーションを演じ彼の死後そのダンジョンの近くに彼の墓碑が作られデレーラ墓地でのクエストの報酬として記念アイテムも作られた。 1958年、ガイギャックスは最初の妻であるメアリー・ジョー・ガイギャックスと結婚した。1961年に夫妻は二人の子供を設け、後にダンジョンズドラゴンズのプレイテストのアシストをすることになる。1980年代初めにさらに三人の子供が離婚前に生まれた。1987年8月15日、彼の両親が 結婚50年目の同じ日、彼は二人目の妻、ゲールガー・ペンターと結婚し、そして協力して夫妻は6人目の、そして最後の子供を設けた。2005年、ガイアックスは7人の孫に恵まれた。彼は1946年に家族が最初に、やってきた時からずっと、ウィスコンシン州、レーク・ジェニーバに住み続けた。ガイラックスが亡くなったのは2008年3月4日の、 朝、ウィスコンシン州、レイクジェニーバの自宅で、69歳だった。ガイギャックスは2004年4月1日と5月4日に、脳梗塞を患ってから、半引退生活に入り、さらに脳卒中を防ぐために不適切な薬を受け取った後に、心筋梗塞に苦しんだ。彼は、腹部大動脈瘤、と診断された。ガイギャックスは、生涯通しての愛煙家だったが、 彼の脳梗塞の後は、は巻きの切り替えを余儀なくされた。ガイギャックスは、まだゲームのコミュニティでは、アクティブであり、ドレアガンスフットやなどの Q&A フォーラムでも、アクティブであった。2008年のフューチュラマでは、番組最後のスタッククレジットに、ガイギャックスに敬意を払うタイトルカードが含まれ、エピソードに、誰か、次の線の小常年、ダンジョンズドラゴンズオバないか という彼のクリップがある。多くの人、例えばのような D&D ファンがこの番組に参加し、番組の制作中に D&D が遊ばれた。ゲイリー・ガイギャックスはまた自分の声をコード・モンキーズというコメディアニメに貸した。共に役者は玉豊、社会思想者、現代教養文庫、ロールプレイングゲームの父としてガイギャックスは 多くの賞を受賞し、栄誉を受け、ゲームに関連した賛辞を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。